紫色の花びらと真っ赤なめしべのサフラン。竹田市はサフランの生産日本一を誇っています。栽培が始まって今年で120年、室内の暗いところで育てる竹田方式という独自の方法で育てられています。サフランは最低気温が12度を下回る日が数日続くと開花するそうですが、今年は高温や雨が少なかったことも影響して例年より少し遅れて先月末から収穫が始まりました。やっと咲き始めました。去年から4日、5日ぐらいかな、はい、うん、遅くなりましたね。収穫した喜びはありますね。出荷するのは料理の着色などに使われるめしべで、竹田市内の道の駅や JA 大分の直売所などで購入できるということです。